サグネは、ケベック州の中央部にある、サグネラック・サンジャン地域の都市。人口14万5949人。周辺を含めた都市圏人口は、ケベック州では、モントリオール、ケベックシティ、ガティノー、シェルブルックに次ぐ5番目の規模となる16万980人である。1676年に、シクティミがフランス人により発見。 開拓され、毛川貿易の拠点となった。1893年にカナディアンナショナル鉄道が開通して、以降はアルミニウム産業、製紙業や水力発電で発展した。2002年に、シクテミ、ジョンキエール、ラベの3つの都市が合併して成立した。合併後の都市名は、サグネ川が由来である。町は、以下の合併前は、 独立した都市であった三つの区域に分かれている。サンジャン湖からセントローレンス川へ流れるサグネー、川流域に都市が発展していて、ケベックシティより北へ2 0 0トルほどのところに位置する。カナダ縦上地の大地に位置しているため、周囲よりも気候は温和となっているために都市が開発された。2016年センサスによる人口は145,949人である。 都市圏人口は16万980人。2016年の統計による住民の母語の割合は、フランス語が98.9%と大半を占め、完全なフランス語、モノリンガル都市である。2016年統計によると白人が大半を占めているが、先住民が6.1%を占めていて、ケベック州の都市の中では比較的多くなっている。 これ以外の有色人種や移民は非常に少ない。民族の出自では79.4%が、自らを、ケベック人と名乗っており、ついで、フランス人が23.2%となっている。シクティミセグネの行政区内陸にある都市のために、寒暖差が大きく、冬は寒く1月の平均気温はマイナス15.7度でマイナス20度以下になる日数は年間で47日。 マイナス30度以下が7日に達し、年間降雪量は336センチメートルと多い。一方、夏は暑く7月の平均気温が18.4度で、1935年8月18日には過去最高となる39.4度を記録している。最低気温極地は1916年2月5日のマイナス45.0度である。ありがとうございます。